おやつ <laughs> さあ今日のおやつは、はい、パティスリーリゴレのケーキですどうもアルカンドピース坂です SBS 新人アナウンサー杉本真子です SBS アナウンサーの滝沢優希ですお願いしますさあ本日は録音クオン放送回、はい、12月17日の生放送終わりに収録しております、うん、前回の放送で昼飯食べたのである そっっかすき焼き焼のて幸せをまだね僕らはちょっとまだてほっこりしたまんま31日の放送を迎えております。うんねえー、ということで収録してる今本当はだから12月の17日ということで、うんはい、杉本さん誕生日もお祝いしましたんで、はいはい、その誕生日ケーキということでありがとうございます。はい アオイクタカジョタカジョケーキ屋パティスリリゴレのベリータルトケーキおいしそう食べましょう食べましょうねクイヨキイチゴがのってるね美味しそうイチゴのクリームもクリームもカスタードケースいただきますよいしょうんあうまうまうまいおいしいうん残らないわあうま 美味しい。酸味がいいね、このベリーの。うん。あ、おいしい。いちご、あんまいですね。甘い。これめちゃめちゃタルトの層、厚くないですか本当だ。二千三。普通だって、買ってのがさ。そう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 。ね。ふわって感じ、層も。ちゃんとスポンジっぽい感じになったの。おいしい。クリームも甘さ控えめで。美味しい。うん。 あ、いちご甘い。いちご甘いですよね。すごい立派ないチゴなんですけど。普通めっちゃ酸っぱかったですよねこれ。すごい甘い。いちごの甘さって感じ。初めて誕生日プレートで杉本ハッピーバースデーってもらいました。普通マコちゃんでしょ。苗字初めてもらいました。三十一日ですってもう年末っぽくなってる。よ本当は。多分そうですよね。 SBS で何かやってんの今6ちゃん何してんの ?6 ちゃん何やってんのろう何だろう年末のまあんかがやなやとは普通のやつじゃないよな多分通常放送じゃないよねうんそうですね TBS クするよねこういうのって年末年始の渋谷ワクワクするね大好きあれその日はマジで何してんのリアル仕事31大晦日は31休みです大晦日は ええ?。休んでんの?。休みです。で元日は?。は早番で。うわ、大変元日の早番大変よ。何時入り?。でも、五時、四時と、かそれぐらいじゃないですか?。早いんですよ、朝ニュース。うん。さんは?。マレーシアに。え、マレーは何時何日か行くの?。マレーは二十九日の夜に、こっちを出て。三十日の。 朝には向こう着く。で三日まで、二日まで。二日の夜で三日の朝帰ってくる。いいね。いいよな。羨ましい。羨ましいよなやっぱ海外でそうやって。もう派手な花火と夜景と一緒に年をまたごうかなと思っておりますよ。いいな。それとジムですよね。あそう。ジムにも行きますし。あそっかそっかそっか。あそうだそうだ。そう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 。マレーシアのケールのジム。ケールのジム。はい。 ちょっと殴り込みにいってきます。ゴールドジムだっけ。で、エニタイムです。あるんだっけ。あるみたいです。あ、そう。はい。なんか三点五ぐらいあるみたいで。何、エニタイムって何?。外資っていうか、海外の。あ、そうなんですね。え、知らなかった。で、そのキーがあれば。 世界のどこの国でも入れるという噂。あの紫の。紫のやつです。知ってますか。俺言ってたことあるもん。あそうですか。ええ。どこのや行ってんだっけジム。ジムですか。静岡にある。まあそうね。ジムです。しないの。はい。ボヤッとさせて。もう言ったら分かっちゃうから。だってだって私はいいですけど。いや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 。ボジムです。ボジム。ボジムはい。どうどうなりたいの。 いやムキムキじゃなくてこの前話してたんですけどうん、うん、ベストボディっていう大会があるって思うじゃないですか、うん、ムキムキの女性って思うじゃないですか、うん、でも、うん、ベストボディってやつは健康的なバランスの取れたみたいなそのんかあんの誰この芸能人でいうとこういうボディラインとかさあえすごい安直な考えですけどいい七尾みたいな。

いやそれはそうだよなアナオさんのラインはすげえよ。でもあの杉本のラインしてますか？杉本まあみんなラインやってるじゃないですか。あラインてラインね。あはいラインのトップがの杉本なんかあのあれなんですよ。え？え？これ杉本ってシルエットなん。やめてほしい本当に。いやいやいや。ちょっと見てみてくださいよ。杉本の。いい写真使ってるんですから。そう。 足 <laughs> がつらー。本当だなって。あれ本当だわ。<laughs> やだ<ー>。あれってなりません？メルシアバックに。<laughs> いやそうね。ちゃんとね YZ 感出して。あれ確かにちょっと足細いね。いや,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 いや細くないですよ。はい えちょっと立ってそこそっちちょっといやだやだいやいやいや別に普通にいやだやだなんでいや隠すためにワンピースじゃじゃ隠したまんまでいいからいや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 あの透視する透視する透視するおじいさあじゃもうちょもうちょ引いて引きでやだじゃどんな感じだっけあでもバランス取れてるけどバランス取れてますよスタイルいいですよいやいやそんなことないですもうそれをこう前面に出したこうお写真いや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 いついつそれは 去年の2月とかですあ、そうなの。比較的プライベート足出すんです。足出しさだた。ダメですか足出しされいや全然全然。いいこといいこととてもいいこと。ヤイズにクラブあんの？ないです。え、なないんじゃないですか。え、これってマジでヤイズの駅こんな感じ？ヤイズ駅ですヤイ駅ですはい。ええ、降りたことないわヤイズ。あ本当ですか。うん。大きいウェルシアがあります。 普通ぐらいか。ええ、駅前何やろう、焼津って。焼津、え魚センターって遠いよね。ちょっと遠いです。あ、でも足湯があります。焼津に足湯あんの?。湯河原とか、熱海とかあるじゃん。あそこあれなんですよ、黒潮温泉って言って。あ、そうなん。はい、温泉出てるんですよ。ええ。有名?。有名だと思います。あ、そうなんだ。はい。 焼津市役所の後ろとかにも新しく温泉足湯できたりとか。ええ、押せばいいのでもっと。え、押してですね。いや、あんま知らないね県外の人知らない魚のイメージが強い。まあまあ、そうですね。うん。そのイメージは普通。あ、温泉あるんだ。温泉あります。そこのサウナすっごいいいです。嘘だろう。はい、めっちゃいいです。どこ、焼津。焼津駅降りて、すぐ黒潮温泉で三分ぐらい歩いたらあるんですけど。ええ。サウナいいの。サウナめっちゃいいです。行ったことあります。 いい、めっちゃいい。なんか。広いの。すっごい広いし、乾いたサウナなんですよ。おドライ。ドライサウナで、温度すっごい高いし、水風呂綺麗で、冷たいんですよ、めっちゃ。そうなんです広くて、はい。サウナ好きなの。サウナ好きです。敷地は行ったことあるの?。敷地あります、あります。おそうなん、知らないな。知らな知らなかったですね。え、本当ですか?。うん。え、サウナめっちゃ好きです。 そうなってくるとサウナグッズでも良かったなとかああ〜なんかこうまたまだ知らないことがさ真子のことってあんま知らないからいやいやいは気遣いの子なんですいやいやそんなことないだから逆に言うと本音がわからないそうだなそうだな誰にだったら本音打ち明けへえ 誰だろういますよいっぱいこれじゃあ男だけよ山中さん中尾くん俺滝沢ああそういうことですねめちゃくちゃね悩んでますでみんな夜時間空いてます悩み聞いてほしいことがあってこの選択肢1234だったら誰選ぶ真剣に選んでいいですか真剣に選んでお願いします。 山中さん。ああ、まあそう,そうだよな。私もそうですね。<laughs> 俺もそうだ。山中さんね、本当に何でも話せる。でも次の日には全員知ってるからね。<laughs> 恐ろしいえそんな。恐ろしいよ。恐ろしいスピーカーですか。本当に大事な話はね言わないんですよ。はあ<ー>。そう手を回せるじゃないですか。そこもうまいんですよ。そうこいつは言うっていうキャラ設定をさせておいて、ちゃんとこう。 さなんんかか種別別というか<ー>してるんですよ区別を私一回山中さんにめっちゃキュンってしたことがあって<え> <laughs> 会社から私が帰る通用口口で山中さんとすれ違ったんですよ私は帰るところ山中さんは会社に入っていくところだった、ねうんでまだ仕事が残ってる状態で、うん、私はもう終わってる時に「お疲れ様です」って声かけたら、うん、私の顔見て「あ疲れてるねごめんねじゃあね」って言って会社の中入っていかれたんですよ。<laughs> まだ絶対自分はまだ仕事が残ってるのに 今から帰る私に対して疲れてるねごめんねって言っていやワンチャンですよそういうこと <laughs> そういうことですよ, <laughs> ういうよお前本当にそんなんばっかりそ<う>男なんだ <laughs> かそんな優しくすればって思ってるからいやそれはね山中様だってわかんないよ本当に 何考えてるかないやそうなんですよこの間のだった録音の十七日の放送の結婚のあのねタマキでみんなで泣きそうになったねにヘラヘラしながら嘘でしょう。嘘でしょう。そんなが泣きそうになってるなんかあんないい回の時にあの感動回でおっかない本当に怖い人だよ涙ない涙感情がわんないわかんないよなだって今中山ってね 騙されてたかもしれない。そうなんだ。みんなわかんない。隠しながら生きてるわけだろう。そうだもでただ滝沢さんって本当の本当の男なんかわかんないもんな。わかんないです。本当にそうです。確かに。でもわかんないです。自分でもよくわかんないですなんか。こういうのが一番怖い。いや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 。一番怖い。いや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 。自分も意外と自分のことってわかってないのか。わかんないです。はい。 なんか自分ずっと陰キャで言ってきたつもりだったんですけどでもなんかテンション上がったらいっぱい話した時とかあるしどっちなんだろうと思ったりしますもんなんか自分のことでさ何パーぐらい人に喋ってるえこの辺のスタッフはあでも思ったより多いなそうですかパー多いです多いそう多いもっと本当のやつよ本当の今本当のうん当のこと聞いてんのよ <え>杉本真子のこの<え>あの面があるじゃんはいはいはい防御面にはいはいはいいやでもラジオは結構話してるつもりの方です個3030だとして他は本当十15とかじゃないですかじゃあ俺ら特別ってことでいいえー、そういうことでいいのリスナーも含めて真子のことは俺らは他の番組よりも知ってるって考えていい <laughs> そうですね <laughs> ちょっと声ちっちゃくない?。<laughs> 多分そうだと思います <laughs>。どうしたいんだろう?。どうしたいんだろう?。大晦日なんだ。本当はそやめようよ。流しましょうよ。本当に。じゃあ、タイトルコール行きましょう。<laughs> <はい S 2> 日曜日マスルあなたに送る。<laughs> ねえ。